どうも影山です。今日はですね、気がや病気には気づきがあるということについてお話ししたいと思います。えー、今年僕はですね、そのいろんなことこういろんなこと,というかそれなりにねこういろいろとですね、えー、挑戦というかねこう新しいことをやったりとかこういろいろ続けていったりとかちょっとこう負荷をかけていくようなこう一年からもうあと一か月半ですけども一年になってるかなというふうに思います。 自分でも今年に関してはよくやってるなということですね自分のやってる活動を考えるとなかなか頑張ってる頑張ってるというかまあまあ、えー、いろんな形がこうできてきてるまあさらにもっともっとこう精度も上げなあかんしもっとクオリティを上げていかなあかんこと、えー、磨いていかなあかんこといろいろあるんですけどもですね、えー、その中でこうまあけがとかね えー、病気はあまりそんなにあれですけどもその今年でいうと怪我でこう気づきを得られることがこうあったかなとでどっちかというとそのちょっとこう無理をするちょっと負荷をかけることによった、えー、怪我というところかなというふうに考えます。 えー、多々あるというかね、えー、それだけじゃないですけどもちょっとありますねで最初ねこうジョギングちょっと膝がねこうちょっと膝が痛いなというところがあったんですねそのまあ最初のあれは空手やったんですけど空手の、ね、ですねその蹴りをですねこう道場稽古でやっぱりこう全力でやるのとそのオーバーワーク気味にちょっとやっちゃってほいでちょっといつもの動きと違う動きなんかをこう 稽古していったりとか、えー、ちょっと自分のレベルより高いことをこうやっていった時にこう全力を出しますよね、まあ、120%の力を出すようなことをこうした時にちょっと膝を痛めたと左膝をねあの痛めたんですねで左膝を痛めたんですけどもそう痛めたから言って安静にずっとしてられへんというかし,しててもなと思ってですね、えー、こうジョギングをこうしたんですね。 でジョギングをしてですねまあまあ言ってもちょっと膝のこともあるしこうちょっとゆっくりめに走ろうとゆっくりめに走ろうとこう走ってたんですねで走ってたらですね、えー、後ろからね、えー、僕より、えー、年上の人がですねこう僕はゆっくり走らないと、えー、膝が痛いんでそのどういうんですか自分の能力はもうちょっと速く走れるけども その膝が痛いからゆっくり走ってたというところでこうその抜いていった感じがですねちょっと僕の中で、えー、カチンときたというかね、えー、変なちょっと口悪いですけど俺があの怪がなかったらお前なんかに絶対負けへんぞっていうようなこう気持ちがこうムクムクとこう浮き上がっ浮かび上がってきたと。 いうところでですねまあまあでも、えー、膝も痛いしそう無理してあかんなと思ってこう、えー、走っていきますね走っていったらですね上の信号待ちのところでそのおっちゃんがですね、えー、まあ待ってたと信号待ちをしてたんですねほんで僕はそこへ追いついたところでですね、えー、そのおっちゃんがまたこう俺より後ろ側にこう後ろ側の そこでで待ってたんですねということはですねその信号が青になったらまた僕が走り出してそのお,おっちゃんが走り出すんでそのおっちゃんは俺を抜いてまた走っていくことになるというその抜かれることがすごくこうなんか嫌やなと思ってほんましょうもないことなんですけどそれがあってですねそっからこうけが忘れて思いっきり走っちゃったんですね。でもう明らかに差を開いて あのぶっちぎってその次の場所の方まで行ったんですけどもそれはそれでねまあまああれなんですけどそ,のそれをしたことによってね膝がねこうかなりこう悪くなったんです膝を痛めてしまってちょっとえ空手の稽古もねえ蹴りの練習蹴りの稽古はちょっと控えなあかんようになったと。 えー、2週間ぐらいですか、ね、ほんでそっから2週間はジョギングはできなくて3週間目にやっとジョギングを開始したというその2週間こうブランクを作ってしまったというところだったんですね。ほんでそれはなぜ僕はこうそんな走ったんかっていうとやっぱ自我をねこう出しすぎたというかそのそんなしょうもないなんかプライドでも言わないですよ。自我がこう そのお前なんか負けるかいっていうのをこう見せつけてやろうという,こう気持ちまあそこまで大げさなもんではないですけどちょっとその自分の,その能力はもっと高いんやからお前ごときに俺は抜かせへんにゃぞっていうのを見せようと見せるというかそういうのを証明しようと思ってしまったっていうねそういうことがこう怪我にこうつながったかなと。 いうふうに思うんですねだからそこは別に怪我してるんやからそのおっちゃんには、えー、僕を抜いてもらってそのまま走ってもらえればいいだけでそこで自分のこう自我をこう勝たせてですね、えー、そんな、えー、実力を出す必要はなかったというところでこう自我を消すことっていうのがこう一つの僕の、えー、修行というかねそういうことをこうちょっと感じましたね。で えー、一つは、えー、右肩を痛めたと、えー、右肩の靭帯が伸びたというかそういう状態になったんですこれもちょっとオーバーワークこれはね、えー、こう毎日家でもね、えー、空手の基本動作をこう入れるようにこうしたんですね僕の中でね、えー、それをすることによってだいぶこう身についていってたんですけどそれを家でもこう全力でこうやることによってですね、えー、右肩を痛めてですね 1>, まあ1日である程度痛みは引いたんですけどもそこからちょっと調子がなかなか伸びその治りがちょっとか時間かか,ったかかって今もちょっとね、ま、ず調子が完璧ではないんですけどもそのその時にこう気づきっていうのはやっぱ無理をしないということですねその負荷をかけていくっていうのはこう成長させるためには必要ではあるんですけどもその無理をしすぎてやりすぎるそれとですね正しいやり方でこう やその突き、えー、であったり突き、えー、ですね右,肩右腕でこう突くこう右をこう突きますよねその突く、あのー、軌道というかそれそれと止める場所であったりとかその威力がどうしたら強く伝わるかっていうそのしっかりしたそのフォームをね 身につけてやっていればですね、そこまで痛めることはなかったんですけども、自分のフォームがちょっと崩れた状態でこう全力を出すことによってこう右肩をこう痛めたというところですね。うん、それがあってやっぱりその無理をしてまでやる。 そのところ、その辺のさじ加で難しいんですけれどもそれを自分でこう調整していくというかそれをこう管理自分の中で自己管理をしっかりしていかないと、えー、それがこう長引く今もちょっと痛い状態になってるんでということですね。で、えー、あと左足首を痛めたと。 いうこともあるんですこれもジョギングやったんですけどそれは暗い中でですね、えー、夜走るんで暗い中でですね、えー、下り坂を走ってた時に下がしっかり見えないもうほとんど暗い状態で でも、ね、こう走っててこう調子に乗ったんよ、ね、りかこう調子よく走ってたんでそのスピードのまま行ったらです、ね、下り坂はちょっとこうスピードを緩めてこう慎重に走ればいいところその調子がいい状態でそのまま走ったことによって足をぐねってですね今もちょっと、えー、ジョギングをできなくてこう、えー、ちょっとストレスが溜まっている状態ということなんですけどもこれも、ね、やっぱり調子に乗らないと調子に乗ったことがそうそう調子に乗り過ぎたらあかんと。 そのまま行くそこ慎重になるとかは慎重にならなあかんっていう気づきかなとこういうふうに思っております。ということでねこういうことでその怪我とかね病気もそういういろんなことがあるんですよねなんか自分の生活習慣で間違いがあるから病気を引き起こ,す引き起こしてるっていうことがあると思うんでそういうことでやっぱ怪我や病気っていうのはこう気づきがあるんだなというふうに感じております。ということで今日は「怪我や病気には気づきがある」と。 いうことについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。